栗を3つ書きますね。で、殻を書いていきます。こうやって波を打たせるような感じで殻を書きます。で、厚みがありますので、こうやってところどころ線を書いておきますね。で、栗のてっぺんにひらがなの「く」みたいな感じのとんがりをつけます。立体感を出す細い線を書きます。内側の線は細めに書いて見やすくしますね。そしたらトゲを書いていきますね。こういうふうに V で書いていきます。こう丸くなるようにします。色を塗った後、また足すんですが、だいたい当たりをつけときます。はい、それでは色をつけていきますね。黄土色と白、黒は一滴、ほんの一滴でいいです。で、くすんだ感じの色ですね。これで栗のてっぺんを塗ります。てっぺんがちょっとくすんだ感じです。そしたら続いて茶色と赤紫。はい、これで栗の曲面に沿って塗っていきますね。こう線を引くような感じで。筋が見えるような感じになります。色が薄いとこ2回塗ってあげてください。発色が良くなりますので。ちょっと濃いぐらいがいいかなと思います。お水だけの筆で境目をぼかしときますね。ちょっとなじませます。続いて黄土色と白。この殻をところどころ塗っときます。あと、ここのイガイガのところもところどころこうやって色をお裾分けしてあげてください。続いて黄色と黄土色。だいたいこっから上が黄色と黄土色になります。こういう感じで明るい茶色って感じですね。こうやってトゲを塗っていきます。続いて黒と茶色。黒はちょっとでいいです。で、お水やや多め。
ですね。で、まあ、こっから下ぐらいが、物加減になりますので、こういう感じで、もうちょっとお水あっていいですね。こういう感じで、点点点点点みたいな感じで塗っていきます。今度は墨をお水で薄めて、こういうとこですね。トゲの根元と根元の間は物陰になりますので、こういう感じで薄い墨で塗っていきます。ちょっとメリハリつけるために濃い墨も入れますね。こういう感じですね。乾いてからもう一度墨でトゲを足します。はい、お水だけの筆、これで栗を輝かせますね。こういう感じで。こうやって立体感を出します。よいしょ。こういう感じですね。で、一旦乾かせますね。で、絵の具が乾いたらトゲを足していきます。この色を塗ったところよりも5ミリぐらい外までトゲを描くと雰囲気が出ます。こうやって V みたいな感じで描いていきますね。で、1回目墨を描いたところはどうしても薄くなっちゃうので、上から色を塗ったもんですから、だからところどころこうやって補強してあげてください。こういう感じでメリハリつけときますね。ちょっと色が薄くなっちゃったところを濃い線で。で、下が濃くなったんで栗もちょっと濃くしないとバランスが保てないので、こっちもちょっとお手入れしますね。栗のトゲっていうのはこう一本一本独立してなくて、よく見ると木みたいになってんですよ。こう根元からこう枝分かれしてトゲになってますので、まあ、ただあんまり細かく描くと真っ黒になっちゃうんで、これぐらいでいいかなと思います。はい、これで栗の完成です。今日もご覧いただきありがとうございました。